78式雪上車の積載車として使用される冷徳大型トラックは陸上自衛隊で物資輸送用に使われるトラックの一つである。市販の大型6輪貨物自動車を自衛隊の使用する自動車に関する訓令及び本装備の陸上自衛隊使用書に基づき調達される装備である。主として輸送下に配備されている。 外観は74式特大型トラックとよく似ており、専門誌でも74式特大型トラックとして誤って記載されることも多々ある。しかし74式特大型トラックは、三菱との随意契約のため三菱製以外は存在しないが、本装備に関しては、三菱製だけではなく、日野製、椅子図製も存在し、メーカーエンブレムがボディ同色に塗装されているのも特徴である。 また、74式特大型トラックは送輪、駆動であり、後輪に軸のみしか駆動しない本社とは、車高が大きく異なる。塗色については、車体外部は NDSZ8201 の色番号2314、OD 色とするとされており、車種については、黒色と使用書により規定されている。荷台は、使用書により、木製三型開きとされ、 隊員が座るための木製のサイドラック、フォロー及びアシストグリップ、車体後部にステップを設けることとなっている。また、煽りは、取り外すことも可能で、60式走行車、60式自走無反動砲、73式走行車などを積載することを前提とされており、それら装備を固定資材によって今しめきできるフック穴部を設け、積載走行しても十分耐えうる構造のものとする。 と規定されている。また、積雪地の部隊においては、78式雪乗車が73式大型トラックの荷台に乗らないため、78式雪乗車輸送用に少数配備されている。ありがとうございます。